日本ラグビー協会は14日、韓太平洋6カ国対抗戦、パシフィック・ネーションズ杯に向けオンラインで会見を行い、休養するリーチ・マイケルに代わる首相を立川春道、34イコール東京米が務めると発表した。立川はエディ・ジョーンズヘッドコーチ、HC。 が初めて日本代表を率いた2012年のカザフスタン戦で初キャップを獲得し、15年 W 杯では南アフリカ撃破など日本代表の参照に貢献。16から17年には日本代表、サンウルブズで首相を務めた。19年、23年の W 杯では日本代表を外れたがジョーンズ HC は、春、立川は56キャップを持ち、 リーグ1でも東京米で首相として優勝するなど経験値が高い。若手の手本になれるし、周りの選手に要求もできると立川を首相に指名。今回日本代表の HC を引き受けた時から、首相はリーチか立川と考えていたと明かし、34歳だがリーグ1のシーズンよりもフィジカル面を改善している。日本代表でプレーしたいという強い気持ちを持っていると信頼を寄せた。 立川は、首相のプレッシャーもあるけれど、将来性のある若いメンバーと一緒にチームを作ることは自分にとっても成長するチャンス。役目をもらえたことは光栄だし、大会が楽しみですと抱負を話した。この大会には日本と米国、カナダ、フィジー、サモア、トンガが参加。日本は B 組に入り、25日、日本時間26日、2番クーバーでカナダと、 9月7日に米国と熊谷で対戦。その順位に応じて順位戦、9月14日から15日イコール秩父の宮ラグビー場、21日イコール大阪、花園ラグビー場に臨む。